エンディです。3月8日日曜日、おはようございます。はい、今日日曜日で、皆さん自宅でこれをご覧になっている方多いと思いますけれども、おはようございます。皆さんのエリアいかがでしょうか。じゃあ、朝の挨拶からいきましょうか。はい、プルメリア先生、おはようございます。コジアンさん、おはようございます。ヨティティ先生、バンコクからおはようございます。マサトモさん、おはようございます。もういつもマサトモさんメッセージありがとうございます。もう元気になります。おはようございます。ペコちゃま、おはようございます。堀勝博さん、おはようございます。ヤマトさん、おはようございます。スカイリーさん、おはようございます。ヨティティ先生、停電で真っ暗なホテルからです。なんで真っ暗なんですか。まさか日本人の泊まってる部屋だけ電気消されちゃうとか、そういういじめに遭ってるんでしょうか。今バンコクで、バンコク以外のタイ国内で日本人が少しいじめられてるっていう話を聞くんで、ヨティティ先生大丈夫でしょうか。ビッグストーンさん、おはようございます。朝の挨拶ね、軽くしましたけれども、今日の話題、昨日ね、このおはようエンディ、再生回数が1000回超えたんですよ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。なかなかね、このおはようエンディが1000回いくっていうことはまず今までなかったですよ。だからちょっと今日も頑張って襟を正してね、日本語合ってますかね、頑張って最新のタイの情報をお届けしたいと思います。ありがとうございます、本当に皆さん。でもこれね、ニヤついてやっちゃいけないんですよ。再スタートした1回目の時結構ニヤついてて、大変な状況なのに何をニヤついてるんだっていうね、そういうお叱りの言葉もいただいたんで、あまりね、こんなしかめっ面してやっても暗くなっちゃうんで、明るく真面目に行きたいと思っております。はい、最近のね、昨日の横浜の状況どうかなと思ったんです。で、横浜を選んだ理由っていうのは、船が停泊していて、その船に乗っていた方々が船を降りてから横浜のお店がお客さんがほとんどいないっていうんですよ。で、街も静かだっていうんで、本当なのかなと思って、昨日はですね、関内駅降りまして、まず横浜スタジアム側から、行っていました。横浜スタジアムを越えて左に行くと中華街があるんですけれども、で、中華街のやっぱ明かりがね、やっぱりいいですよね。少し雨が降ってきちゃったんですけれども、ほんのりと赤い提灯とかがこうあって、ああいいなと思ったんですけれども、やっぱりね、ほとんど人が歩いてなくて、じゃあ雨も降ってきたからお店の中にいるのかなと思って、おしゃれなバーが何軒かあったんで見たんですけど、ほとんどお客さんが入ってないんですよ。もうゼロゼロで、1軒目の目的のソイ201というタイマッサージ屋さんに行ったら、そこの1階にもおしゃれなバーがあるんですけど、そこは1名入ってました、お客さんが。そういう感じでした。そしてまず1軒目、タイマッサージソイ201行きましたよ。いい名前じゃないですか、ソイ201って。ソイっていうのはタイの小道っていうね、意味なんですけど、201だから、もうこれはね、もう行く前から絶対に201号室だなって思ったんですよ。で、やっぱり201号室でした。
で、エンディがこう入っていって、そしたら「あっ」ってやっぱ言われて、「知ってますよ」って言われて、「今日横浜なんですね」って言われたんですよ。で、まあ、日本人のセラピストの方が出てきまして、で少しお話をして、やはり中華街がお客さん減ってるんで、マッサージを受けに来るお客さんもかなり減っちゃったみたいです。そしてでもいい話が、まあ、いい話っていうかな、1個あったんですけれども、そこのお店にタイ人がいるっていうんですよ。へえ、日本人とタイ人の混合の、ね、タイマッサージ店で最近珍しいんで、そしたらそのタイ人がビワナンさんだったんですよ。これね、もう西暦2000年ちょっとからタイマッサージ屋さんやってたビワナンさんっていう、すごい頑張り屋のタイ人の女性がいるんですけども、多分もう年はね70歳近くなってるかもしれないですよ。65歳、70歳ぐらいかな。結構頑張ってるタイマッサージ屋の方でね。で、まあその方が今そこで働いてるそうなんですよ。またこのねビワナンさんの話は、いい話がたくさんあるんで、後日したいと思うんですけれども、やっぱりこう現場に行かないとそういう情報も入ってこないということなんですよね。本当に行ってよかったです。で、次に行った店は、関内エリアで何軒か、多分6軒7軒ぐらいやってるお店なんですけども、そこのお店でもね、またいい話があったんですよ。受付のところっていうか、前にね、座る待合席があるんですね。で、そこにガラスのこう蓋がついたテーブルがあったんですけども、その中にね、なんていうのかな、こう4冊本がポン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 って置いてあって、ガラスのテーブルが置いてあるっていう、そういうコーヒーテーブルみたいなやつがあったんですけど、そこに置いてあった本4冊っていうのが、エンディが作ったタイマッサージガイドだったんですよ。これね、何でしたっけ、有名な本の、おしゃれな本を作る会社があるんですけど、そこのねデザインをちょっとパクったんですよ。だから本当にね、かっこいいデザインなんですよ。今あるかな、何だったっけな、チェタさんじゃなくて、チタさんじゃなくて、そういうなんかおしゃれな、あるじゃないですか。なんだっけな、誰か分かります？ちょっと待って、ちょっとだけ待ってくださいね。なんだっけな、ある今、あったあった、これ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 ですよ、これこれ。そのちょっと本のメーカーが分かんないんですけど、出版社のメーカーが分かんないんですけど、なんだっけな、まあおしゃれなねメーカーがあるんですよ。それを少しデザインを参考にね、パクってって言うとあれだから、こういう、これすごくないですか、これ。かっこいいでしょ、これ。表紙エンディ撮りました、この写真。これね、これ多分チェンマイですよ。チェンマイかな、多分チェンマイ。チェンマイの、あ、違うかな、これバンコクのオアシススパかな。オアシス、どこだっけ、これちょっと分かんない。オアシススパか、チェンマイのピュリピュンかな。ピュリピュンかな。まあそこで撮った写真なんですけども、いいでしょう、これ。ザ・タイマッサージガイド。で、ここにね、ワイワイタイランドってこう、入ってるんですよ。ほんとおしゃれ。で、この時期、まあこういう、この時期っていうか、このタイレストランガイドってみんなおしゃれなんですよ、この表紙が。で、これがね、そこのタイマッサージ屋さんのこのコーヒーテーブルのガラスのところにね、4冊置いてあったんですよ。でね、今日こんな話で大丈夫ですか？でね、これもいいでしょう、これ。これもちょっとおしゃれじゃないですか。これも多分ね、これね、多分永井博さんが見たら怒るかもしれませんけども、これ、ロングバケーションの、すいません、ジャケットをちょっと参考にさせていただきました。
長井博さんすいません。ね、これもね、いいんですよ。ザ・タイマッサージガイド。ちょっと、なんかこう、爽やかな、風が吹いてくる感じの表紙じゃないですか。これもエンディ作りました。で、もう一個、あまりにも、これをね、やった年の翌年は、ちょっと申し訳なかったんで、本当にね、永井博さんに連絡したんですよ。で、この時にお願いしたのが、永井博さんと鈴木英仁さんと、あとは渡瀬製造さんと、こう3人かな、3人にこのタイマッサージガイドの表紙をお願いしますって連絡したんです。そしたら確か、それもね、オリジナルの絵を描いてほしいってお願いしたんですよ。そしたらみんなやっぱりこう、結構高かったんですよ。高かった。で、永井博さんは、そのロングバケーションと同じような、左半分のね、プールまである絵を描いてほしいってちょっと依頼したんです。そしたら確かね、したんですよ。すごい高かったんですよ。それは先生ちょっとっていう感じだったんですよね。その中、渡瀬製造さんって知ってます？すいません、今日はなんかエンディーばっかり話しちゃってますけど、渡瀬製造さんっていう人がいて、まあ多分このチャンネルご覧のね、45歳から54歳の方はもうすごく知ってると思いますけども、モーニングっていう漫画でね、漫画の雑誌があって、そこで「ハートカクテル」っていうトレンディーなね、トレンディーなっていうのかな、そういう爽やかなイラストを描く方がいらっしゃって、神奈川大学とかも学校のポスターとかも描いてますよね。本当にこう見るだけでね、爽やかなんですよ。で、渡瀬製造さんの、事務所がこのそ、そこのそこにね、小田急線の駅があって、3個目ぐらいのところに事務所があって、お邪魔したら「やってくれる」って言ったんですよ、このタイマッサージガイドの表紙を。ね、すごい方ですよ。で、やってもらったんですよ。タイマッサージ、タイの文化の普及のためにお願いしますって言ったら、渡瀬製造先生やってくれました。この表紙は違うんですよ。これは違うんですけど、この翌年のやつ、2人でやる？ 2 人でするマッサージだったかな？ 2 人でする？すいません、タイトル忘れちゃいました。まあ多分アマゾンでもまだ売ってると思うんで、50円とか100円でね、見ていただけると、渡瀬製造先生の表紙で2人でやるマッサージだったかな、そういうタイトルなんですよ。で、これはね、その当時はタイマッサージっていうのがちょっと風俗気味で、女性からは敬遠されてたんですよ。だからそういうね、タイマッサージの風俗的なイメージを払拭するためにね、渡瀬製造先生のこの男女の爽やかなジャケットね、イラストで、タイマッサージがこう健全で爽やかで、そういうイメージを皆さんに持ってもらおうと思って、でやったんですよ。本当もうこれで随分、渡瀬製造先生のおかげでタイマッサージが女性にも受け入れられる爽やかなものになりましたよね。そう、そういう思い出があります。今日なんでこの話？で、そういうタイマッサージガイドが4冊、そこのマッサージ屋さんのね、待合室のガラステーブルにね、陳列してあったんですよ。陳列。嬉しかった。もう本当にね、これ何年前作ったのかな？もう10年前か。10年前。で、これが9年前。で、8年前。で、7年ぐらい前の本かな？ 4 年分がこう置いてあったわけですよ。
嬉しかったです。まあ、そういうふうにね、まあ、そういうお店でした。で、次、行ったお店がですね、ここですよ。これ電話番号大丈夫かな？電話、携帯番号だけちょっと隠して。でもいいよね、多分ね。大丈夫と思う。ソフィアさん、これです。うん、素敵ですよ。ソフィアさん。ボケてますか？ね。ピント合ってますか？そう、このソフィアさんが、あのソフィアさんじゃないや、ランナーというお店に行ったわけですよ。でね、これもね、入り口がおしゃれだね。もうあの横浜のその中華街のお店ってみんなおしゃれ。もうね、入り口、1階の入り口はすごいおしゃれなんですよ。あのこの前行ったバンコクのあのヤワラにあるあのソイ、もう忘れちゃった、まあそういうおしゃれなバーがあるんですけど、もうそこみたいな感じ、素敵だなこれと思って、でそのビート入ってったんですよ。で確か2階かな、あ違った、5階だ、5階なんですけど、うん、5階にエレベーター上がって開いて、で左側にドアがあって、で開けたんですよ。そしたらもう なんていうのかな、もうお店の中があのなんかこう、何かな、こうキョンシーがこう出てくるような、そんなね、なんこう電気ピンク、暗くてピンクで、でもおしゃれな感じなんだよね、その、うん、ピンクとなんかこうキョンシーが出てきそうだけどちょっとおしゃれな感じなんですよ。そうでね、本当にね、こう通路があって奥から出てきたんですよ。おおと思って、そしたら日本人かなタイ人かどっちか分かんなかったんだけれども、一応ね、まあジャブ打つ感じで、あ知ってますかって言ったら、マコトエンドっていうわけですよ。やっぱ知ってらっしゃって、で、まあ、タイ人、まあ、マコトエンドって僕のことを言う人は大体タイ人なんですけども、でタイ人で、まあそのちょっとお話をねしたんですけれども、この店が本当おしゃれですよ。ということでね、ぜひ次回はこのソフィアさんね、この今このチャンネル見てる45歳から54歳の男性の方が多分気に入ると思いますよ、ソフィアさんね。このソフィアさんに今度タイマッサージを受けてみたいと思います。はい。で、あ、ちょっとじゃあ挨拶行きましょうか。あんまりこれやってるとね、皆さんいなくなっちゃうからね。ヤマトさん来た。ヨティティ先生来た。カッチンさん、おはようございます。ね。エンディさん、コロナウイルス気をつけてください。その話なんですけども、皆さんどう思います？そろそろちょっとおかしいなって、思わないですか？なんかね、このコロナウイルス騒動を調べたんですけれども、このこれ何ですか、これ法務省じゃなくて、これなんだろうね、これね、厚生労働省、見たんですよ、ホームページ。今ね、今見てますよ、ここで新型問い33、これ質問に対して厚生労働省の方、違ったなんだっけ、何章だっけ、ごめんなさい、厚生労働、厚生労働省がコロナウイルスについて答えるんですか？保健省っていうのはタイでしたっけね、33番問い33ね、この URL をね、これ便利だね、今エンディが見てるこの URL をこの今タイムラインにも書きますよ、書けたよねこれね、で書きますよ、資格、厚生労働省ね、で開けて OK。 今ね、エンディが見ている厚生労働省のページの URL をね送りました、皆さんにも。これ問い33見てくれます？新型コロナウイルスは重症化しやすいのですかって書いてあるんですよ。で答えね、厚生労働省の
新型コロナウイルスに感染した人は軽症であったり治癒する方も多いです。ほら、ね、だからこれね、これインフルエンザとこれどう違うかっていうこともちょっと考えたんですけども、これなんかね、これ言うとあれだからね、あれだけど、ねえ、でしょ？どう思います？これ。次行きましょうか。なのでね、エンディはね、もうね、あまりね、気にしません。もう普通通り行きますよ。これおそらく今日が3月8日ですから、あと1週間後の日曜日、3月15日の日曜日、これディズニーランドとユニバーサル・スタジオがやるやらないっていうね、話もあると思うんですけれども、そろそろみんなが気づくんじゃないですか。これ大丈夫なんじゃないって、思うと思いますよ。エンディも思っちゃった。これなんかこれおかしいよね。これみんながこれお店閉めて、で自宅待機で経済ストップしちゃって、これストップしちゃってますよ、これ本当に。で、エンディのね、この知り合いのタイマッサージ屋さん、結構大変な話があって、山手線のある駅のね、真ん前にあるお店なんですけども、家賃が2フロアで100万なんですよ。毎月100万ですよ、家賃が。で、お客さんが来なくて、売り上げがなくても家賃毎月100万かかるわけですよ。さらに、タイマッサージ屋さんだとセラピストさんの保証給もありますよね。例えば仮に10名いたとして、今の時期もうお客さん来ないから10名もシフト入れてないと思いますけど、でも少なくても3人4人は絶対入れてると思いますよ。ちょっと保証給でしょ。1日8000円として4人で1日3万2000円。やっぱり1ヶ月やったら、タイマッサージ屋さんって普通休みがないんで、休日なしなんですよ、お店としては。だから保証給でもやっぱり約100万円、96万円の100万円かかっちゃうわけですよ。家賃が100、保証給が100、こっちは家賃が100、保証給100、200万が来るわけですよ、これ。これね、3月、もう2月分の家賃から待ってもらってるっていうから、すごいでしょ。これだって4月、3月、4月って来たら200、200でもうマイナス400ですよ。これやってらんないですよね。で、少なくともああいうテナント型だと6ヶ月間ぐらいの事前解約告知しなきゃいけないから、今辞めますよって大家さんに言っても6ヶ月分の家賃は来るわけですよ。600万。すごい状況ですよ。で、もう一人大変な人が昨日いたんですけども、この人は1店舗サラリーマンが集まるエリアでお店やってたんですよね。やってるんですよ。家賃がそこはね50万なんですよ。で、以前からもう1店舗やりたい、もう1店舗やりたいんですよっていつも言ってたんですよ。で、そのもう1店舗をオープンしたのが3月の5日、3月の5日に家賃50万のお店をちょっと離れた、また山手線の駅前に出しちゃったんですよ。で、ここもね、お客さんがいきなり4名来て、3名はスケベなお客さんだから帰ってもらったって言って、1名だけですよ、マッサージしたのは。すごいでしょ。そういう状況なんですよ、今東京のタイマッサージ屋さん。ねえ、大変ですよ。で、次行きましょ
ビッグストーンさんね、褒めていただきましてありがとうございます、ね、はい、ツンツンさんおはようございます。福田さんおはようございます。あ、福田さんいつもね、すいません、お久しぶりです。福田さん、モデレーター追加。あ、魂焦がして伊藤さんおはようございます。どうも、ね、そうです。あれ、プルメディア先生、渡瀬製造の表紙すごい、空とか海が印象的な絵を描かれますよね。そうなんですよ、すごいいい絵を描いてくれたんですよ。本当にね、渡瀬製造先生本当にいいです。よいしょ。あ、ちょっと今ね充電が切れそうですよ。ちょっと今日あまり長くやるとね、これあと編集も大変なんで、最近ですね、このもう一回これダウン、今やってるやつをダウンロードして、でもう一回アップしてるんですよ。その時にあまりね、これ長くやりすぎちゃうとアップできなくなっちゃうんで、もう電話も鳴ってきてますね。ね、大変なんでね、ちょっと控えめにしますけれども、はい、よいしょ。次ですね、挨拶いきましょう。ヨティティ先生、厚労省ですね、ですね、はい、ちょっと今ね電話一旦切りますよ。今一旦電話切りますので、ちょっとお待ちくださいね。はい、ヨディ先生、バンコクも、人が少ないです。やっぱりね、少ないんですか。 MBK、ガラガラです。入国審査もガラガラでした、ね、あ、つとむさんどうもおはようございます、ね、まあ、ということで、タイマッサージ屋さん館内、まあ、それ回ってですね、その後、どこ行ったかな、で最後に、クワサイアムというタイ料理屋さんも行きました。これは、昨日ですね、ムーガタタイ式焼肉の動画をアップしたお店なんですけれども、動画アップしたら、タイ人の男性の店長さんがやっぱり見ていてくれてて、でね、喜んでましたね。本当にいいことしたなって思いました。でその後またいいことがあったんですよ。でクワサイアムの斜め右にシャムっていうお店があるんですね。このシャムのお店にジョーさんっていう人が、まあ、オーナーさんなんですけども、いつもねタイ米を注文してくれるんですよ。でこのジョーさんのお店もお客さん少ないかなと思ったら、ここはねお客さん入ってました。2組で、その1組、1,2,3,4 人座ってた、男性が、日本人男性1人とタイ人女性3人が座ってたんですよ。でね、あ、ワイワイタイランド今日持ってますか、くださいって言うんですよ。まあ、まあ無料じゃないんですけども、差し上げたんですよ。そしたら一人の人が、あ、私のお店にもこれ送ってほしいなって言うんですよ。でどこに住んでるんですかって聞いたら、住んでるのは東京なんですよ。でお店どこですかって言ったら、その人がスマホいじって、あ、私のお店これって言って見せてくれたんですよ。そのお店の名前がチャッキーさん、愛でしたよ。愛っていうのは、これ先日YouTube の動画でも撮ってきたんですけれども、茨城のラブホテルがある、こうまあ大きな敷地があるんですけど、そこの向かい側のタイマッサージ屋さんで、ママが不在の人気店というタイトルで動画をアップしておいたんですね。そうしましたら、その動画を見せたらママが大変喜んでくれて、でも仲良しになりました。だからやっぱりね、昨日現場に行って思ったのは、やはりこの、ね、現場に行かなければ知らない、わからない状況をね入手できるし、現場に行くのはいいなと思いましたね。あとは現場に行かなければ会えない方もやっぱりいるんで、やはりこう現場に行って
状況確認、まあ、困ってる方がいたら話を、聞いて、で何かこうできるアドバイスとか、してあげるのはね大事だと思いました、うん、はい、哲也さんおはようございます。哲也さん、初めてですか、よろしくお願いします。まあ、こんな感じで3月の15日までは生配信やろうと思ってますので、ね、はい、チーボーさんおはようございます、ね、あ、ウニモモおはようございます。まあ、このぐらいにしておきましょうか。まだまだね、話をしたいことはたくさんあったんですけれども、そうだね、あとじゃあ最後にもう一個ねこれですよ、この方、ね、パンダっていう方はなんかこうキャッチーだからみんながおって、ね、思うじゃないですか。こっち、ね、まあ、両方書いた方はプラプダユンさんっていうタイ人なんですけども、この方が日本に来るんですよ。このねパンダを、まあ、タイ人の小説家、まあ、作家の方なんですけども、この方、まあこれは宇土誠司さん、宇土誠司先生ね、東京外語大学の先生教授なんですけども、いつもエンディがメールマガジン出すと真っ先にね読んでくれる先生なんですよ。宇土誠司先生、この先生が翻訳してます。で今度出た本がこのプラプダユンさんの新刊なんですけども、新しい目の旅立ち、これね新しい火の旅立ちじゃないんですよ、新しい目の旅立ちっていうね本なんですけどもね。でこっからがすごいなと思ったのが、これを出している会社が言論っていう会社で、東博樹さんがやっている会社なんですよ、うん、そう。でちょっとね多分ねプラプダユンさんの来日、するのがですね3月18日から3月の20日まで3日間来日するんで、エンディはインタビューも申し込んだんですけどもね、多分現場にはね東博樹さんも来るんじゃないかなと思って、東博樹さんのねやっていることっていうのが、言論の近くにね、会社の近くに言論カフェっていうのも作って、みんなが集まりやすい場所も作ってるんですよ。これがねなんかワイワイタイランド、まあ、ここなんですけどねとワイワイタイランドカフェっていうのもありまして、まあなんか共通性をちょっと感じたんで、このね東博樹さん多分ねちょっとね難しいお話、エンディがちょっと理解できるか分かんないような領域の話になっちゃうと思うんで、あまりね長い時間はちょっと話が続くか分かんないんですけども、お話をしてみたいと今思ってます。はい、このぐらいですかね今日は。はい、チーボーね、イギリスからですか、どうも。今イギリスは何時ですか、ね、ありがとうございます。イギリスからわざわざね、イギリスといえばね、このエンディのギターの師匠のウィルコ・ジョンソン、ウィルコ・ジョンソンいるんですよ、ね、いつもねハーフムーン・パットニーという場所でライブやってるんで、ぜひねチーボーさん、ウィルコ・ジョンソンのねライブを一回見ていただきたいですね。ハーフムーン・パットニーでやってますので、いつも月1回はやってますので、ぜひね。あ、午前1時半ですか。じゃあチーボーさん、このあとエンディ深夜便をぜひ聞いてください。はい、じゃあこのぐらいにしましょうかね。ということで、いいですね、言った言った言った。あともう一個いい話もあったんですよ。これ最後にお話をねしたいと思います。群馬県のタイマッサージ屋さん、昨日ね電話したんです。
どうかなと思って、なぜかというとそのオーナーさんのフェイスブック見ると焼肉とかを食べているなんかこうにぎやかな写真がアップされてるんですよ。でこの時期にねみんな静かに落ち込んでるのにどうしたのかなと思って電話かけたんですよ。そしたら毎日やってるよパーティーだって、毎日パーティーをねやってるそうなんですよ。でなんでって言ったらワイワイタイランドのホームページでお客さんが毎日ね14人17人来てるそうです。これすごくないですか。あのマットはね3枚しかないんですよ。マット3枚しかないのに14人とか17人来てるって言うんですよ、その群馬県のタイマッサージ屋さん。だからサブ6、3、5、15、5回転ぐらいはしてるんですよね。営業時間が昼の12時から多分ね夜の12時以降もやってるんだろうね。12時間ぐらいで14人17人っていうのはかなりのねもんですよ。うん、そうなのでね、まあぜひね、まあもしね今のこれでもあれですよ、群馬県残念ながら昨日一人コロナウイルスが出ちゃったんですよね。うん、だこれね、これ何の音だろう、ちょっと待ってくださいね。これ何の音、あ、よかった、よし大丈夫ね、はい。まあということで群馬県今昨日はね結構ホームページワイワイタイランドで調子がいいんですけれども、もしかすると今日あたりからねちょっと落ち込んじゃうかもしれないんで気をつけてほしいと思います。なのでね今そうそういう感じ。もし、まあ、これをご覧になっている方でまあ、どうしてもお客さんが欲しいっていう方はぜひワイワイタイランドのねこのエンディの YouTube をセットになったホームページとこのエンディの YouTube チャンネルがセットになったワイワイウェブ YouTube コースっていうのがあるんで、ぜひやってみましょうね。本当にこれお客さん来るんですよ。やっぱり一番いいなと思ったところはこれ自分で言うのもあれですけど、もうねどんなお店でもいいところがあるんですよ。でこれ打ち合わせなしで結構もう動画を撮りながらお店に入っていって、でその素のままの状況をね撮影するんで、そこに本当にねタイ人の優しさとか、まあ、タイ人だけじゃなくていいんですよ、お店の方の優しさとかそういうのがね出てくるんですよね。そこをね撮ってるんですよ。だから、まあ、写真だけだと伝えられない魅力っていうのがやっぱり動画にはあると思いますね。でさらに何だろうな質問する内容がやっぱりいいんですかね。この45歳から54歳の男性の方が多いんですよ。ついに、男性の視聴者の割合が 92% 超えました。女性が 8%、 男性が 92% というこのエンディタイランドですけども、もうこのままね突き進むしかないなと思ってやってますけどもね。うん、まあ、女性の方 8% しかご覧になってない状況ですけれども、まあ、なるべく女性の方が見ても大丈夫な内容をお届けしていると思ってますんで、はい、まあ、このぐらいですかね。まあ、以上、あ、ウィチャイさんどうもおはようございます、ね、そう今日はお会いできなくて本当残念です。でもこれねウィチャイさん中止じゃありませんから、延期ですから、早ければ4月にまたウィチャイさんのお住まいのエリアに
エンディ行きますんでね、楽しみにしてください。あ、マリンさんどうもおはようございます、ね、いつもありがとうございます。コメントいただきまして本当にね、皆さんからコメントいただくと元気になって、まあ、昨日あたりもね夜だったんですよ。もう館内雨も降ってきて傘持ってなかったんで結構ずぶ濡れになっちゃったんですけど、もう今日やめとこうかなって思ったんだけれども、やはり昨日ここで言っちゃったこともありますし、皆さんからのね温かいコメントもいただけるんで、じゃあもう一店舗行くかっていう感じで、でもう一店舗行くと、じゃあもう一店舗頑張っちゃうかっていう感じでね、昨日は15店舗のタイマッサージ屋さんとタイ料理屋さん回れました。こう皆さんからこう力をいただいてエンディもこう頑張れますんで、ぜひこの、今こういう状況ですけれども、みんなでね力を合わせていきたいと思ってます。でもなんかね、もうそろそろ気づいてる人は気づいてるかもしれませんけど、おかしいなと思ってる方もいらっしゃると思いますよね。まあ、15日ぐらい、来週の日曜日になると、これもういいんじゃない普通に生活してもって言い出す人が多くなってくると思いますよ。うん、ということですということでエンディは今日も、YouTube の、動画制作したり、あとは今日もしね、サニーが時間あるっていうんだったら、まあ、サニーと会うかもしれませんし、まあ、LINE 電話でね、サニーに、ソフトの説明とかをねしたいと思ってます、まあ、こんな感じで今日もエンディ頑張りますので、タイの情報、最新のタイの情報を皆様にお届けして、安心して、皆さんが過ごせるようにしたいと思っております。あ、オラクルカードやってなかった、やった方がいい？やりましょうか。じゃあちょっとパパッとね、ちょっと待ってくださいね、やるか。そうだよね、こういう時ね、いつもやってることを怠っちゃいけないんですよね。やりましょうね、パパッとやりますよ。はい、お、今日もよろしくお願いしますね。方向性ですから、字幕付きのバージョンの方どうですか？なんかちょっとテレビっぽくていいですよね。ね、字幕つけるのも大変なんで、あんまり長くなっちゃうとね、これも大変ですから、やっぱり15分程度がいいですよね。はい、行きましょう。今日の皆さんの方向性は、おお、このカードです。はい、どうぞ。離婚シダー、これ何でしたっけ？離婚シダーですよ、ね、皆さんこれ英語の勉強にもなりますからね。あれ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 、ちょっとどう、これ考え直しなさい。なんでそうなの？ちょっと待って、これあなたのプランには改めて再検討すべき要素があります。少し時間をとってその企画なり提案なりをしっかりと綿密に見直してください。信頼のおける友人か客観的なフィードバックを与えてくれる助言者にあなたの意図を伝えましょう。天使たちにも導きを求めてください。今は考えているような変化を人生に起こす時ではありません。もっと良い時が来るか、あるいはやはりもっと違う種類の変容を選びたい自分に気づくでしょう。どうなんですかこのカード。イラストもね、顔もね、どう思います？そうなんですか。まあこういう感じでしたよ。離婚しだ、考え直しなさいね。まあ、ちょっと考え直しながら今日頑張りたいと思いますんで、よし、じゃあ最後ね、じゃんけんしておしまいにしましょう。気合い入れてみましょう。
最初はグー、じゃんけんポイ、ショックのパー。